が、緊急事態宣言、下における、ここはサンシャイン通り入り口なんですけども、まああの、まあ、週末、まあね、ゴールデンウィーク明けの週末ということですけども、まあ、人出の方は、このレベルと、緊急事態宣言の効果というのは、出ていると思います。まあ、実際緊急事態宣言、11日までということですけども、まあ、延長が決まって、5月末まで、なるということになっています。まあ、これ自体は十分予想されていたことなんですけども、まあ、基本的にはその、まあ、緊急事態宣言の効果はその通り、出ているということです。ただ人通りが少なくなって感染者数が、抑えられ、まあ、それで、どうなるか、もちろんそれは、コロナの感染対策という意味ではいいかもしれませんけども、まあ、経済日常生活というのが、まあ、犠牲になってまでオリンピックを、進めるべきなのかというところにあります。自分たちが、飢えたり、また仕事を失ったり、生活リズムが、崩されてまでオリンピックをすべきかというと、そんなものはすべきじゃないですよね。まあ、平和の祭典ということなんですけども、今オリンピックやっても誰も平和の祭典という形には思わない、そのように感じます。日常生活が壊され、もちろんコロナの感染対策というものが本当にこの適正な手段があって、その効果を見合った保証がある方でいいんですけども、ただオリンピックをやりたいだけでとりあえず感染者を抑えようという、まあ、政府等の姿勢というのが、見えてしまっているという方もいますし、実際そんな印象を持つ人は多いと思います。私自身も本当に、まあ、緊急事態宣言における、まあ、この状況というのが、本当に正しいのか、オリンピックやった後同じようなこういう方を取るのかと、オリンピック歩きで、国民の生活を抑え込んでるんじゃないかというふうに思います。そこまでしてやるようなイベントではないですよね。オリンピックは平和の祭典ですから、平和というのは我々の日常生活があってするもんです。イベントありきで我々の生活があるわけではない。そういうことを改めて思いました。オリンピックでいくらのスポーツ選手の方が活躍しようしても我々は元気づけられるかというと、そんなことはもうないんじゃないでしょうか。実際今我々は日々の生活を生きていく、それだけで必死でやっていると。緊急事態宣言延長、その後で本当に例えば緊急事態宣言が解除された後、一気に反動的にまた、ソーシャルディスタンスというものが、守られない。もうそもそもソーシャルディスタンスというのは人との距離を空けましょうというよりも、距離を適切に保ちながら、交流し、コミュニティをしっかりと維持していきましょうということだと思います。それなのに今のソーシャルディスタンスというのはただ人と、距離を空けるということばっかり強調されて、コミュニティを維持する、また人と人とのつながりを維持していくという、視点というのが、少なくなっている、そういうふうに感じます。